今こちらのナイトマーケットの前に来てます。これシムリアップの西側にあるナイトマーケットです。なんか北ちょっと南側の方にもなんかナイトマーケットってありまして、こちらはあの西側のナイトマーケットになってます。でなんか今日は雨であんま客がいないみたいです。それから時間かな、今8時18分なんですけども、まだ時間的には人が少ないのかもしれないです。まあ多分ですね、あの雨だからっていうのもあると思うんですけども、ここが一応こんな感じでメインになってまして、でここがレストランとかこういう感じであります。あーもうこれここは正面です。なんか普段はここ結構いっぱい人がいるんですけども、多分雨で少ないのかもしれないです。ここがこんな感じで、なんか一応ガードマンとかもいるので、あんまりヤバいやつは少ないエリアだと思います。でここもこんな感じでお土産屋とかがバーッとありまして、でこんな感じで演奏してる人もいます。でメインのこのマーケットの感じはこんな感じです。まあよくあるどこでもあるようなこんな感じのマーケットです。多分普通の人はあんまり買わないんじゃないかなっていうような、こういうサングラスとかレイバンのとかもあったり、なんか G-SHOCK とかこういう商品があったりします。あとアクセサリーとかも結構多いですね。まあ、好きな人にはいいかもしれないですけど、あんまり日本でも似たり寄ったりのこういうアジアン雑貨屋で売ってるようなものがあるので、これが安いか高いかっていうのはちょっとわからないです。まあ、スーパーでもこれ売ってますからね、あのアジアンマーケットとかいうスーパーでも結構売ってますので、こんな感じで、まあ、水着とかも32ドル結構高いんですよね。でここの通りは僕はもうやばいなと思って通らないようにしてます。ここマッサージの勧誘が多いので通らないようにしてます。本当にしつこいですからね、見つかると。お、蛇とかこのなんかつけたもの、ゲテモノ系が結構ありまして、で意外とここは高いので、観光地価格なので食べないようにしてます。なんかあんまビデオとか撮ってる人いないので目立つんですよね。あの GoPro もなぜかタイとかだといっぱいいるんですけど、 GoPro もいないです。みんなこんな感じで、ここが写真スポットみたいでみんな撮ってます。まあ、本当にお土産的なものがいっぱい売ってますけども、何一つ惹かれるようなものは売ってないです。まあ、ここもこんな感じで入ってみますと、ニューバランスとかこういうナイキとか
でこれが数百円とか千円とかだったらまあ安いとは思うんですけども、普通に3000、4000、もっと日本円で5、6000とかするのが結構多いので安いとは思わないです。で T シャツとかも結構もう本当にどこでも一緒な感じです。でこのバナナのやつとかもなんか3期とかで売ってますけども、多分こういうとこで仕入れてるのかもしれないです。こんな感じで、まあ、ずっとこういう通りがこんな感じで続いてます。でここで行き止まり、こんな感じでずっとメインのところを歩いていくとここで突き当たります。こういう絵とかアクセサリーとかあります。あの通常はもっと混んでます。ここなんかいっぱい人がいるんですけど、多分今雨上がりみたいな感じでかなり人は少なくなってます。まあこういうところが好きな人だったらもう全然楽しめると思います。あのいろんな店を回ってですね、あの値段交渉してずっと歩いて値段交渉しまくってください。でもすごいもう似たり寄ったりの店がいっぱいあるので、まあどっかで妥協してもう目星つけて買わないと全然もう見て回れないぐらいこんだけ似たり寄ったりの店が多いです。多分タイで買う方が安いと思うんですよね、こういうの。あの全然なんかベトナムとかカンボジアもこういうマーケットしか見てないですけども、なんかすごい値段は安い感じはしないんですよ。みんなこんな感じで、この通りのマッサージ屋だけは気をつけてください。男性の方は特にもうしつこいです。勧誘が力ずくで店の中に入れようとしますからしつこいです。よいしょ。まあこんな感じでですね、あのプラプラしてると面白いと思います。あの本当に夜市みたいな感じで、でなんかこういうアイスも人気あるみたいですね。これ2ドルでこういうアイスも人気があるみたいです。お、もう全然こういうのも惹かれないんですけども、こういうアクセサリー屋とかも白人は結構買ってます。アメリカとか向こうにはないのでしょうか、そういうアジア系のなんか日本のああいうネパールショップっていうかアジア系の雑貨屋がないのかどうか分かんないですけども、意外と白人は買ってます。あ、ここもちゃんとしたこういうマーケットでなんかいろんなこういう時計とかも売ってます。でもなんかやっぱここもこういう感じで寂しいですね。あんまりなんかロケーション的にはこんな感じでネオンもあっていいんですけども、お客は全くいない感じがします。もっとここは盛り上がってもいいような場所なんですけども、全然人がいないです。でいつもこれ動画で話しますけども、こうやって撮ってるとあの余計な勧誘が近寄ってこないんですよ。なんかみんな多分あの面が割れるのがあのやばいのかどうか分かんないですけど、こうやって撮ってると全然こう声かけられないんですよ、不思議と。だから意外と変な
変な道を歩くときはこれ動画とかも撮りながら歩いてると意外と寄ってこないです。あのジュースとかも勧誘とかしてこないような店の方がいいんですよね、本当は。あんまりしつこく言ってこない方がみんな飲んでくれると思うんですけども、結構みんなしつこく勧誘してくれます。ジュース屋程度でも勧誘してきます。でここはなんか鉄板焼きっていうか、こういうのが売りになってるみたいです。でもなんか見た感じここはあんま安くないと思います。何人かでシェアして食べるにはいいかもしれないです。はい、じゃあこれからですね、メインの道に戻ってなんか夕飯食べて、明日はアンコールワットに行かないとなんないんで、もうさっさとちょっと部屋に戻ってアンコールワットのリサーチをしないと なりません。こんな感じで、ここ結構人がいます。さあ、やっぱ雨が降ってきちゃうとみんな結構いなくなりますね。でちゃんとしたこういうレストランとかも寂れててですね、やっぱ ローカル的な店の方が全然人が多いっていうのも皮肉なもんですね。観光客がローカルの店に入っちゃって、安い店に入っちゃって全然食べてくれない、入ってくれないっていう。まあ一気にこんな感じで、暗くなってきちゃいましたけども、ちょっと脇に入るともうこんな感じです。もう道とかもこんな砂利の道です。でここをですね、右に曲がると結構安い食堂とかいっぱいあります。でこれを左に曲がると大通りに入ります。僕はちょっとこの大通りを左に行ってなんか食事を取って帰りたいと思います。ではまた違う動画で動画を見てください。ありがとうございました。